増税メガネこと岸田首相が党首を断念。ポスト岸田に期待がそんな中、日本の F3 戦闘機開発が注目を集め、2030年には初号機の製造開始という情報を入手しました。どんな機体性能なのか気になりますよね。今回は日本、イギリス、イタリア3カ国での開発加速と2035年ビオン F3 戦闘機完成予定について見ていきます。日本が独自に設計したエンジン新進や XF9 を量産していけばいいのでは、という意見が多いようです。2035年から退役予定になっている F2 戦闘機後継の次期戦闘機の開発ですが、2020年10月に三菱重工業が主幹になって、7社、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、NEC が参画して進められてきました。しかし、これまで単独での戦闘機開発の経験に乏しい日本だけで、次世代戦闘機を純国産で開発するにはかなり難しいと予想されました。とこで、戦闘機開発における最新技術を持っている海外企業との技術連携が必要となり、協力企業としてアメリカのロッキード・マーティンとボーイング、イギリスの BAE システムズの3社が挙げられていたのです。この3社の中では、すでに航空自衛隊に導入されている F-35 ライトニング2や世界最強とも言われている F-2 にラプターなど第5世代ステルス戦闘機を開発した実績を持ち、F-2 戦闘機のベースとなった F-16 ファイティングファルコンの開発元でもあるロッキード・マーティンが技術提携先として最有力視されていました。2020年12月には、ロッキード・マーティンにほぼ決定され、さらに次期戦闘機テンペスト開発を進めていた BAE システムズやロールス・ロイスなども、共同で開発を進めているレーダーやエンジンなどと、同様に協力を依頼する方針ということが報道されていたのです。しかし、問題がありました。ロッキードとの技術提携には、F-22 や F-35 製造で培われたステルス技術が活用されるだろうと期待が膨らみましたが、かつて、同社の F-16 をベースとして開発した F-2 戦闘機の重要システムの肝心な部分の情報がブラックボックス化されたため、アメリカ側の了承なく日本が回収できないという弊害が生じたので、次期戦闘機に関しても、同様の状況が懸念されていたのです。一方、イギリスは、ユーロファイタータイフーンの後継機種として、次期戦闘機テンペストを、イタリア・スウェーデンと共に共同開発を進め、ヨーロッパの次期戦闘機の座を、フランス・ドイツ・スペインの共同開発による F キャスと争っていました。イギリスは、テンペストの開発費用確保と経費削減を狙って、テンペストと同時期に次期戦闘機収益を目指している日本に接近していたと推測され、日本は、ロッキード・マーティンとの技術提携を不安視しているので、両者の思惑が一致したわけです。これによって、2022年5月、日本政府関係者は、政府が、これまでの方針を大きく転換し、海外の開発支援企業をロッキード・マーティンから BAE システムズに変更する意向ということを明らかにしました。この方針転換の背景について、軍事評論家などが理由を考えているようです。アメリカでは、第6世代戦闘機の開発計画が進んでおらず、ロッキード・マーティンの関心が低く、技術提携に乗り気ではないということ、次期戦闘機との連携度は高くはなかったのです。イギリスとは、テンペストと次期戦闘機の開発時期がほぼ重なる上に、レーダーやミサイルなどの装備品分野でも、イギリスとの共同開発案件が複数進行していることを理由として挙げるようです。2022年7月19日、イギリス政府は、日本とイタリアの3カ国の協力を強化して、次期戦闘機の共同開発を実施すると発表。日本とイギリスにイタリアが加わった理由については、テンペストの開発にイタリアが参加していたこと、イギリス政府は、日本とイタリア両国が、共に F-35 を運用していること、過去に共同演習を実施していることなどを挙げました。さらに、8月14日、日本の複数の政府関係者は、日本の次期戦闘機開発計画とイギリスのテンペスト開発計画を統合し、共通の機体を開発する方向で最終調整に入ったと明らかにし、
イタリアが参画することも公表しました。そして、2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国は、第6世代 Z 戦闘機の共同開発プログラムとして、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP、グローバル・コンバット・エアープログラムを立ち上げ、共通の Z 戦闘機を共同開発して配備することを発表。2024年内に、各国や各企業の開発担当や費用など分担詳細を決定し、2030年に、初号機の製造をスタートし、2035年には納入するというスケジュールを明らかにしました。GCAP に参加する企業ですが、日本は、三菱重工業が主契約者となり、三菱電機が電子機器担当、イギリスの主契約者は、BAE システムズでエンジン開発担当としてロールスロイス、ミサイル開発には、MBDA UK となります。イタリアでは、レオナルド S.PA が、主契約者で、イギリスにミサイル開発を担当する子会社のある MBDA がミサイル開発で参画しています。なお、GCAP にサウジアラビアが参画を希望していると、イギリスのファイナンシャルタイムズ紙が2023年8月11日にスクープとして報じています。7月に岸田首相がサウジアラビアを訪問した際、参画への希望を伝えていたと言われますが、2024年2月時点で、サウジアラビアが GCAP に参画するという情報はありません。イスラエルのガザ地区侵攻や、それに絡んだイエメンの風刺派による航海での西側諸国の民間船舶攻撃などの影響があるのではないかという推理もあるようです。2023年9月、日本、イギリス、イタリアの各政府は、次期戦闘機開発を統率するための政府間組織を、2024年秋頃に発足させる方向で最終調整に入ったと複数のメディアが報じていました。本部はイギリスに置き、組織のトップに日本人が就任する方向で調整されているとして、年内にも正式合意する見通しであることも伝え、同時に3カ国間で本部の所在地などを盛り込んだ政府間組織創設に関する条約を締結する予定で、日本政府は来年の通常国会に条約案を提出し採決する方針ということです。また、開発の中核となる日本の三菱重工業と、イギリスの BAE システムズ及びイタリアのレオナルド S.PA は、政府間組織からの発注に基づき、機体設計や製造などを担う共同企業体 JV を立ち上げるそうです。その JV の本社機能をイギリスに置き、初代トップは、イタリア人が就任する方向とみられます。なお、政府間組織と JV のトップについては、数年ごとに、3カ国から交代で就任するとされます。交代によって、人事と本部の所在地など、形式上3カ国のバランスを取った形になるわけですね。日本では、どちらの組織の本部もイギリスに置かれるので、日本政府がこれまで掲げていた次期戦闘機を日本国内主導で開発するという前提に反するのではという指摘もあります。しかし、その反面、戦闘機開発においては、イギリスに一日の長がありますし、開発に必要な技術を保持しているので、両組織の本部をイギリスに設置するのは妥当だという声もあります。イギリスが中心となって開発を進めてきたテンペストは、日本の次期戦闘機よりも進んでいたとされ、企業や研究機関がテンペストの開発のためにこれまでに結成したチームテンペストでは、イギリス政府から開発・製造コストを抑え、生産性・効率性・持続性を向上させる技術革新との要求を満たすべく、コンピュータ上で設計作業を行い、試験も可能な限り、現実世界とコンピュータ上の仮想空間を融合させた XR、拡張現実でシミュレーションで行うデジタルエンジニアリングを活用し、製造までの工程を自動化する方針を明らかにしました。これによって、BAE システムズでは、2020年、航空機開発・製造の拠点に、テンペストの開発・製造を行うインダストリー 4.0 ファクトリーを開設、3D プリンターを活用し、部品を製造、その試作品の展示を行っていることなどから、このファクトリーのあるイギリスに、政府間組織と JV の本部を設置することは合理的であるという見方が大勢を占めているようです。
各国の技術力を最大限に活用し、戦闘機の設計と製造過程において、革新的な進歩を遂げることを意図しています。例えば、デジタルエンジニアリングの導入により、設計や試験のプロセスが効率化され、コスト削減と生産性の向上が期待されています。また、GCAP には、サウジアラビアも参加を希望しているなど、プロジェクトへの関心は世界的に高まっています。2030年には、初号機の製造が開始される予定で、これにより、各国の航空産業にも大きな影響を与えると見られています。日本、イギリス、イタリアの政府間での条約締結や、複数の企業が協力して設立する共同企業体 JV の構築など、今後の進展が注目されるプロジェクトです。日本が急ピッチで進めている軍事戦略、スタンドオフ防衛の一環として、アメリカからの調達が決まっているトマホーク巡航ミサイル最初に実装するのは、混合型イージス護衛艦の4番艦、常海に決定したとの情報をキャッチしました。今回は、海上自衛隊に、ついに、トマホーク搭載イージス艦誕生に、18億円計上を詳しく見ていきますね。中国は、かなり焦っている状態でしょうし、今度の自民党総裁が気になるところです。菅さんが押す方がいいのかな。安倍さんもそうだったよね。今年2025年の夏も、近年の例に漏れず、猛暑の傾向が続いたが、そんな中で、8月30日には、防衛省が、来年度2025年度分の防衛予算の概算要求を、同予算として最高額となる8兆5389億円とすることを決めて、その旨を発表した。この2025年度分防衛予算の概算要求では、これまでに防衛省側が示していた防衛力整備計画に照らして、7つの分野において、日本の国としての防衛力の抜本的な強化を打ち出しており、以下の内容が含まれている。その優先順位の最初には、スタンドオフ防衛が置かれ、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の中で、その地上発射型を、2025年度内に配備を開始し、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達も、同年から行う予定である。加えて、国産の当初防衛用高速滑空弾に関しても、事前に発射テストを実施することが打ち出されており、これら人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型、トマホーク巡航ミサイル、当初防衛用高速滑空弾の3つが当面急ぎ配備されるスタンドオフミサイルとなる。すでに、前述の当初防衛用高速滑空弾の事前の発射テストは、今年2024年4月に実施されており、トマホーク巡航ミサイルに関しても運用を担う海上自衛隊の水上戦闘艦の乗組員に向けた養成教育が、2024年3月から8月にかけて進められている。こうして、すでに、着手済みのトマホーク巡航ミサイルに対する予算は、2025年度分防衛予算の概算要求においては、総額でおよそ18億円が盛り込まれており、絶対額としては少なく感じられなくもないが、大きな意味を持っていると思われる。このトマホーク巡航ミサイルに対するおよそ18億円の予算の内訳は、主として対象となる水上戦闘艦に対し、同兵器を運用可能とするための改修用の機材の調達や、その工事を行うための費用だと説明されている。こうしたトマホーク巡航ミサイルを、運用可能な改修を施される水上戦闘艦とは、海上自衛隊が、
2024年9月の現時点で保有する8隻のイージス武器システムを搭載した、いわゆるイージス護衛艦監視機構 DDG 全隻が改修工事の対象となる。海上自衛隊が2024年9月の時点で保有、運用を行っている8隻のイージス護衛艦は、建造が古い順から金剛型が4隻、アタゴ型が2隻、マヤ型が2隻となっており、今後は、さらに2隻が造成される計画となっている。しかし、今回の2025年度分防衛予算の概算要求内の18億円において、その栄えある最初のトマホーク巡航ミサイル搭載用の改修工事を受けることとなったのは、金剛型の4番艦である、鳥海であると発表された。鳥海は、他の金剛型3隻が、すべて、三菱重工業者の中崎造船所で建造されたことに対して、1隻のみ、現 IHI、当時の石川島播磨重工業社で建造された艦艇で、1995年5月に起工、1996年8月に浸水、1998年3月に収益を迎えている。そのため、鳥海は、今年2024年の段階で、すでに、収益から27年目に突入しており、決して、新しい水上戦闘艦とは言えないが、海上自衛隊の艦艇の中で、初めて、トマホーク巡航ミサイルの運用を行う艦艇となることが確定した形だ。鳥海の同型艦で、一番艦で、かつネームシップでもある、金剛は、1990年5月に起工、1991年9月に浸水、1993年3月に、収益と、実に、ここから32年を経てはいるが、日本の防衛力の抜本的な強化の一環として、寿命を延長しての運用が続けられている。金剛型は、基準排水量が7250トン、満載排水量が9485トン、全長が 161.0 メートル、全幅が 21.0 メートルの艦体を持ち、ガスタービン機関4機を搭載した小ガグ方式を採用、最大で出力10万馬力、速度は30ノット以上を発揮する。鳥海を含む金剛型は、マーク 41VKS、垂直発射艦90セルを主兵装として搭載しており、また、艦の後部には、回転翼先用の飛行甲板を備えてはいるものの、その格納庫まで持たないため、常時の艦載は行えない仕様ではある。これが、次級のアタゴ型、そして最新鋭のマヤ型では、マーク 41VKS、垂直発射艦は、6セルを増加させた96セルを主兵装として搭載。また、艦後部には、回転翼先用の飛行甲板に加え、その格納庫も完備する形式へと能力が高められている。金剛型、アタゴ型、マヤ型ともに、そのベースとなったのは、アメリカ海軍の主力イージス艦である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦である点は共通しているが、同艦と同様に、細部の改良が加えられている状態である。そもそも、金剛型は、アメリカ海軍のみの運用に限定されていたイージス艦が、同国以外の国において、世界で初めて建造、導入された艦艇であり、その建造理由は、旧ソ連のツポレフ 22M 中距離爆撃機と同機が搭載する空対艦ミサイルの脅威に対峙することにあった。当時、旧ソ連のツポレフ 22M 中距離爆撃機が搭載した KH-22 空対艦ミサイルは、最大射程距離およそ 400km、速度は、音速を超える仕様とめされ、従来の海上自衛隊が保有していた艦艇の防空ミサイルで対抗することは困難と判断された。そのため、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに、同艦が搭載するイージス武器システムによって、旧ソ連側の爆撃機による対艦攻撃を阻止する目的を持って、イージス護衛艦の導入が図られたという経緯だった。こうして、建造が行われた金剛型だったが、一番艦にして、ネームシップの金剛が収益を果たした1993年3月のわずか2ヶ月後、今度は北朝鮮が新たにミサイルを開発、その発射テストを敢行したことで対処を迫られる。北朝鮮はこれ以後、新型ミサイルの開発を加速させ、5年後の1998年には、ついに弾道弾であるテポドン1号の発射テストに及び、
日本におけるミサイル防衛の重要性は大きく高まり、今に至る日本のイージス護衛艦の主任務になったと言えよう。日本におけるミサイル防衛は、まず、混合型に、イージス弾道ミサイル防衛システムである、イージス BMT-3.6 を実装し、迎撃用のミサイルとして、SM-3 ブロック YA を、マーク 41VKS 垂直発射管から運用することで、高高度における防空網を担わせる形となった。ここで、イージス護衛艦が、マーク 41VKS 垂直発射管から発射する SM-3 ブロック YA が、敵のミサイルを撃ち漏らした場合には、航空自衛隊が陸上に配備したペトリオットが、迎撃に当たる二重の体制が敷かれて、現在に至っている。ただし、近年では、こうした北朝鮮のミサイルの脅威と並んで、海軍戦力の大幅な拡充を続ける中国から、日本は、南西諸島方面への侵攻、上陸を受ける可能性が高まっており、8隻のイージス護衛艦を、その多様にも回す方策が検討された。ここで、ミサイル防衛用に導入が決められたのが、陸上配備型のイージズワショアであったわけだが、ご存知のように、これは、ブースターの落下制御に関する安全性の担保が困難との理由で中止され、結局イージスシステム搭載艦2隻を新造する方向に進んでいる。このように、海上自衛隊におけるイージス護衛艦の導入は、最初は旧ソ連の爆撃機とその追艦ミサイルへの対処、次に北朝鮮からの攻撃に備えたミサイル防衛、そして現在は中国の南西諸島方面への進出の阻止と、次々に、新た脅威への対処が求められている。ただし、寿命の延長を図っているとはいえ、混合型は、すでに、一番艦の収益から30年以上を経過しているため、これを代替する艦艇を新造すべく、その準備にも予算が計上されており、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新型である、フライト3に準じたものになることが予想されている。最後に、日本の防衛省は、過去最高額となる8兆5389億円の防衛予算を計上することを発表しました。この巨額の予算は、日本が直面する安全保障環境の変化に対応するためのもので、特に、中国の軍事的脅威や地域的緊張の高まりに対抗する目的があります。具体的な予算の使用目的としては、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の配備、アメリカ製トマホーク巡航ミサイルの導入、そして国産当初防衛用高速滑空弾の開発とテストが挙げられています。これらのミサイルは遠隔地からの攻撃能力を強化し、日本の防衛ラインを前方に拡張することを目指しています。また、これらの兵器システムの導入に伴い、海上自衛隊のイージス護衛艦に対する改修工事も予定されており、特に懲戒がトマホークミサイル搭載の改修を受けることになります。この防衛予算の増額と兵器システムの近代化は、日本が自国の安全を確保し、地域の安定に貢献するための重要なステップとされています。海上自衛隊が誇る最大規模の艦艇、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦、加賀で、軽微な火災が発生したとの情報をキャッチしました。今回は、護衛艦加賀で火災発生、危うく、アメリカの二の舞かを詳しく見ていきますね。大事に至っていなくて、本当に良かった。小さな火災でも、初期消火が最も大切ですね。同時期には、1番艦の出雲は、同時期に実施されたノーブルレイブン24、
3に参加していた。出雲、やかがも、昨日は、南シナ海と思いきや横須賀にいたり、機動力が半端ないよね。毎年のように、夏場から秋口にかけて、台風の発生にさらされる日本列島だが、今年2024年8月22日に、マリアナ諸島の近海にて発生した台風10号は、8月29日朝に鹿児島県に上陸すると、列島各地に大雨の被害をもたらした。台風10号は、鹿児島への上陸後、大分方面の国東半島を抜けて瀬戸内海方面へと進み、さらに、四国に再上陸を果たした後、紀伊半島の沖を進み、9月1日の正午には、熱帯低気圧へと変わって、気象上は、台風としての分類から外れた。ただし、この台風10号は、非常に、移動速度の緩やかな台風であったことから、日本列島に接近を始めた8月27日以後、熱帯低気圧に変化した9月2日までのおよそ1週間にもわたり、日本各地に大雨をもたらす結果となった。そんな台風10号の接近を受けて、その影響を回避しようと、現時点で海上自衛隊が保有、運用する最大の艦艇である出雲型ヘリコプター搭載護衛艦艦首記号 DDH の2番艦加賀が瀬戸内海を航行した。護衛艦加賀は、広島県の呉市に位置する海上自衛隊の5基地を母港としている艦艇であるが、同艦は、台風10号の接近に伴い、呉基地を出港し、近隣の倉橋島の沖合を、8月28日の夕刻に進んでいた。そこで、護衛艦加賀は、時間内部から排気を逃がすために設けられている排気管、そこから生じる熱を遮断するために周囲を覆っている断熱材が発火するという事態に見舞われ、出火箇所のおよそ1メートルほどの範囲が炎に包まれたとされる。しかし、護衛艦加賀の乗組員らの迅速な、およそ10分間程度の消火活動によって、すぐに火は消し止められ、幸いなことに、艦への大きなダメージも、乗組員の方々に負傷者等が生じることはなかったと報じられている。護衛艦加賀のこの火災事故について、同艦艦長は、火災が発生してしまった原因を究明し、今後繰り返さないように対策を施す方針だと述べており、同艦側から報告を受けた海上保安庁側でも、火災の原因の調査を行うこととなっている。ひとまずは、護衛艦加賀でこの度発生した火災事故は、火災の範囲は、極めて狭いエリアに止められたこと、乗組員に負傷者が生じず、自力で消火活動を完遂できた点は、緊急時の初動対応としては正しかったのではなかと、個人的には感じた。しかし、今や、インターネット上で、こうした情報が、速やかに一般人にも伝わる現在にあっては、この事象についても、海上自衛隊側の弛緩した雰囲気が招いた落ち度であるかのように非難するコメントも散見される。中には、今回のこの護衛艦、加賀での火災事故の一件を、2020年7月に正規したアメリカ海軍のワスプ級教習揚陸艦の6番艦、ボノムリシャールの大火災事故になぞらえる論調すらあり、理解に苦しむ。今回の護衛艦、加賀の火災事故の件は、これから、出火原因の究明が行われる段階であるとはいえ、アメリカ海軍のボノムリシャールが、最終的に配管にまで至った大火災の原因は、乗組員であった1名の故意の放火であったことが判明している。こうした悪意をもって破壊活動を行う意図によって引き起こされた、ボノムリシャールの一件と、今回の護衛艦、加賀の件を、あたかも同様なケースであるかのように言い募る言説には、正直違和感しか個人的には感じ得ない。さて、くしくも、不幸にも、護衛艦、加賀において、こうした小規模な火災事故が生じてしまった期間に、同艦の同型艦で、1番艦の出雲はノーブルレイブン24、3と銘打たれた複数の他国の海軍艦艇との合同軍事演習に従事していた。このノーブルレイブン24-3は、日本の海上自衛隊と、オーストラリア海軍、イタリア海軍、ドイツ海軍、フランス海軍の6カ国が参加して、2024年8月27日から8月29日までの延べ3日間にわたり開催された合同軍事演習だ。
ノーブルブレインという軍事演習名からは、これまでであれば、主に日本とアメリカ、そしてオーストラリアが参加して行われてきた海軍の多国間合同軍事演習とのイメージが強いと思われるが、今回はアメリカは未参加であった。今回のノーブルレイブン24-3について、海上自衛隊の海上幕僚幹部は、8月30日付のプレスリリースにおいて、海上自衛隊とオーストラリア、イタリア、ドイツ、フランスの6カ国の海軍が共同訓練を行ったと報告している。このプレスリリースにおいて、海上幕僚幹部は、今回のノーブルレイブン24-3の目的を、1参加する海上自衛隊の戦術的な技量の向上、2海上自衛隊と参加各国の海軍間での連携の強化を図ることだと述べている。そして、今回のノーブルレイブン24-3の実施場所としては、日本の関東地方の南方海上及び、沖縄地方の東方海上であると説明されており、ピンポイントでの特定は困難だが、西太平洋と東シナ海方面だったと推定される。加えて、今回のノーブルレイブン24-3へ参加した部隊は、海上自衛隊からは出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の1番艦、出雲、高波型汎用護衛艦 DD の2番艦、大波、P、腕章海機、艦名を伏せた潜水艦とされている。オーストラリア海軍からは、ホバート級駆逐艦の3番艦であるシドニー、イタリア海軍からは、軽空母のカブールと、アルピーノ級フリゲートの1番艦、アルピーノ、パオロタウンディレベル級哨戒艦の4番艦のライモンド・モンテクッコリとなっている。さらに、ドイツ海軍からは、バーデン・ウィルテンベルク級フリゲートの1番艦のバーデン・ウィルテンベルク、ベルリン級補給艦の2番艦のフランクフルト・アムマイン、フランス海軍からは、アキテーヌ級駆逐艦の5番艦のブルターニュが参加した。海上幕僚幹部のプレスリリースによれば、これら、海上自衛隊を含む、オーストラリア、イタリア、ドイツ、フランスの6カ国の参加した海軍戦力は、今回のノーブルレイブン24-3で、以下の内容について、合同軍事演習を行ったと説明されている。その内容とは、実施された項目として、対空戦闘、対潜水艦戦闘、参加した艦艇の艦載機による相互のクロスデッキ運用、そして、フォトクスと呼称される合同軍事演習の実施内容を写真で記録する行為が行われたとしている。今回のノーブルレイブン24-3は、政治的な背景としては、日本の故安倍首相が提唱し、同盟国や準同盟国と推進している、自由で開かれたインド太平洋という理念の実現に向け、参加各国が、一層の連携強化を図ることが掲げられている。この、自由で開かれたインド太平洋という理念は、環太平洋国家である日本やオーストラリアにとっては、非常に重要な意義を持つことは言うまでもないが、これに、ヨーロッパのイタリア、ドイツ、フランスが参加したことに、大きな意味があるだろう。とはいえ、個人またはイタリアは、つい最近まで中国が提唱し推進している一帯一路構想に前のめりな姿勢であったし、ドイツは中国への自動車輸出等で莫大な権益を有しており、フランスにもドイツと似たような感じを抱いていた。自らの本国から遠く離れたインド太平洋方面において、これらイタリア、ドイツ、フランスのヨーロッパの3カ国がどれだけ真剣にその理念の実現に注力する気があるのか否かは、まだ手探り状態のようにも思える。ただし、日本としては、今回のノーブルレイブン24-3の実施によって、少なからず、中国に対して、一応、西側諸国の連携の強化を図る姿勢を見せられたと感じられ、決して一枚岩とまでは言えなくとも、政治的な意義は小さくないだろう。今回のノーブルレイブン24-3にイタリア海軍が参加させた軽空母のカブールは、すでに F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用している艦艇であるため、今後、海上自衛隊が、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修を終えた後は、そのクロスデッキ運用も見られるかもしれない。海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦加賀は、台風の影響を避けるため、瀬戸内海を航行中、内部の排気管近くの断熱材から発火する事故が発生しました。しかし、乗組員の迅速な対応で、
火災は10分で鎮火され、大きな被害は防げました。この事故の発生は、緊急時の対応力の重要性を改めて示す出来事であり、海上自衛隊と海上保安庁は、引き続き、原因調査と対策の検討を行っています。この一連の出来事は、自然災害と人間の技術が交錯する現代において、連携と迅速な対応がいかに重要であるかを物語っています。